ママミニマリスト伊沢ひとみです。今回は家の中を見渡して今本当に必要と問いかけながらたくさんのものを手放した断捨離の様子をシェアします。私が目指しているのは子供がいても気分よく暮らせる家。日々の生活で物はどんどん増えていきますが、だからこそ定期的に見直すことが大切だと感じています。この動画が片付けや断捨離を頑張りたい皆さんのモチベーションアップにつながれば嬉しいです。それでは始めていきます。まずはクローゼットから見ていきます。今回はクローゼットから手放した服が4着ありました。5年間愛用したカーディガン、汚れが落ちなくなったダウン、そして長袖トップスが2着です。さらに夏に着ていた服も断捨離しました。ダメージが多い服が多かったためほとんど手放すことになり、クローゼットにはベージュのワンピース1着だけが残りました。これでオールシーズンで持っていた22着の服が12着まで減り、今までで一番すっきりしたクローゼットになりました。次は玄関です。今回手放したのはこちらのニット帽とレインコートです。長男用のニット帽ですが、結局1年間使わなかったので手放すことにしました。他にもニット帽が増えたこともあり、私が使うのも考えましたが似合わなかったのでやめました。これからの季節に使えそうなものでも本当に使いたいかどうかで判断しています。サイズアウトしてしまったレインコートは玄関のシューズボックスにさっと取り出せるように収納していましたが、結局あまり使う機会がないままでした。状態が綺麗であまり着ていないものは捨てるのがもったいないと思いがちですが、そんな時は周りのお友達に使いたいかどうか聞いています。今回は活用してくれるお友達に譲ることにしました。次は洗面室です。洗濯機上の収納に季節外のパジャマを入れています。こちらは夏に子供が着ていたパジャマです。マインクラフトの柄がお気に入りで捨てないでと言われていましたが、2年着用したら首がよれて色あせてしまったので手放します。洗面台下の収納には旅行先でもらったポーチを置いていました。中には小さなシャンプーとコンディショナーが入っています。ボディーソープは自宅で使い切りましたが、シャンプー類はいつも使い慣れたものがよく、結局使う機会がありませんでした。次の旅行で使うために取っておくことも考えましたが、すぐに使わないものは物が増える原因になるので手放すことにします。次はこちら空気清浄機です。10年間使ってきた空気清浄機ですが、お手入れしても臭いが取れなくなってきたため手放すことにしました。耐用年数も10年なので使い切ったなという感じです。冬には加湿器としても使っていたため買い替えも考えましたが、今すぐに必要ではないのでしばらく様子を見ることにしました。今まで使っていたものでも本当に必要かどうかを改めて考えてから買うようにしています。次はベッドガードです。子供がベッドから落ちないように9年間使っていたものですが、最近寝室を移動した際に一度外してみたところ、なくても大丈夫と分かり手放すことにしました。中の綿も劣化していたので手放すにはいいタイミングでした。手放すかどうか迷うときはない状態を一度試してみることをお勧めします。実験と考えると気軽に試せるので、意外となくても平気かもと気づくきっかけになります。持っているのが当たり前だと思っているものも一旦なくしてみると新しい発見があります。まだ着れる子供服も今回は手放すことにしました。次男がサイズアウトした服は欲しい方に譲っていますが、長男のサイズアウトした服は次男用に保管しています。ただ全部は取っておかず、テレビボードの一角の収納スペースに入る分だけと決めています。今回はその収納スペースに入りきらなかったので、次男が着る服を厳選し、まだ着られるものでも手放すことにしました。あらかじめ収納スペースの上限を決めておくと、手放す量やタイミングも明確になっておすすめです。これ以外に夫の服も手放しました。私が自分や子供の服を断捨離していると、自然と夫も断捨離に取り組むようになったんです。
今回 T シャツやスーツ、スポーツ用まで夫が一番多くの服を手放しました。以前はたくさん服を持っていた夫ですが、この夏はなんと4着で過ごしていて、気づけば私よりもミニマルになっています。片付けば周りにも伝わるものだなと実感しています。次は薬です。ダイニングの収納には家族の薬をひとまとめにして保管しています。このボックスに入る分だけと決めているので、薬をもらったらとりあえずボックスに入れ定期的に見直しています。しばらく飲んでいない薬や同じ成分の薬が増えた時は日付が古いものから処分するようにしています。またどの薬が何のためでいつもらったものかが分かるように透明の袋に日付と用途を簡単に書いています。薬の説明書も一緒に入れておけば、服用方法や回数で迷うこともありません。定期的に見直し、分かりやすく整理しておくことで処分する時の迷いも減らせます。今回は見直ししていませんが、おもちゃも定期的に整理して手放しています。我が家ではテレビボードの中に2人分のおもちゃやゲームを収納しています。以前は仮面ライダーのベルトなど大きなおもちゃが多かったのですが、今ではボックス2つに収まる量になり、代わりにゲーム機やカード類などの小さなアイテムが増えました。前回は6歳の次男と一緒におもちゃを整理して、これだけのおもちゃを手放しました。ランドセルや学用品はダイニング収納の一角にまとめています。扉を閉めれば普段は見えないので気にならないのですが、気がつくと散らかっていることが多いため定期的に整理しています。教科書や使い終わったテキスト、長男が書いて保管していた絵も見直してみると不要なものが出てきます。前回の整理ではこれだけの量を手放しました。以上、今回手放したのはこちらです。定期的な手放しは心の整理にもなるので、皆さんもお部屋の整理をしてみてください。この動画が参考になった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。公式 LINE でも暮らしの情報を発信しているので、よかったら友達登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。